ダース・ローマッシュ・タダシは、ダルビッシュ・ユーのマネージメント、元プロ野球選手、ユーチューバー、元モデル、宇ト・右内、甲子園に4度出場。奈良県イコマ市出身。北海道日本ハムファイターズへ在籍していた時期に、ダルビッシュ・ユーとチームメイトであったエンベ、現役引退後の2013年からは、ダルビッシュの記念館である。 スペース11ダルビッシュミュージアムの運営責任者を務めている。中学では、イコマシニアに入団し、3年時には、エース兼4番打者として、チームを引っ張り全国大会にまで駒を進めた。高校は、地元近畿地方の強豪校からの誘いもあったが、結局は、岡山県の関西高等学校に進学する。高校2年生の時に、 秋の明治神宮野球大会で準優勝の原動力となると、プロから注目をされるまでの選手となっていった。2006年の春の選抜では、2回戦で、斉藤祐樹を擁する早稲田実業と対戦。試合は、9回に、関西が追いついたことで延長戦となり、延長15回まで進んでも決着がつかず、再試合となった。この試合で、 ダースは6回途中から登板し、158球を投げた。翌日の再試合、ダースの登板はなく、チームは9回に逆転を許し敗北した。2006年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムから4巡目で指名された。同年のドラフト会議で同じ日本ハムに指名された宮本健は高校の先輩にあたり、背番号66は憧れの投手である。 斉藤和美にあやかっている。ルーキーイヤーの2007年シーズンは、故障に見舞われ、2軍でも公式戦登番はなかった。2年目の2008年5月6日に、西部戦でプロ初登板。結果は5回1失点も勝ちに恵まれなかった。その後は、怪我に悩まされ登板はなかった。2009年は腰痛などで1軍登録はなく、 イースタンリーグでも3試合の投板に終わった。オフにダルビッシュと共に自主練習を行った。2010年4月16日の西武戦に投板するも、請求が定まらず、2回1、3予試級3失点で敗戦投手になった。8月5日に以前から痛めていた肘を治すために、トミー・ジョン手術を8月9日に行った。その後は二軍登板もなかった。 2011年11月10日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。引退直後には現役時代に世話になった飲食店で働きながら日本ハムの本拠地である北海道でモデルとして活動。後に北海道を離れてもモデルの活動を続けていた。なお、チームの先輩でもあったダルビッシュが2012年から MLB のテキサスレンジャーズへ移籍することを背景に引退の直後にはダルビッシュのマネージャーを務める可能性が一部で報じられた。実際にはマネージャーの職に就かなかったが2013年11月11日からスペース11ダルビッシュミュージアムの運営を任されている。2018年5月に館長へ就任。2019年11月からは YouTube 上に自身のチャンネルを開設している。父親がインド人、母親が日本人。2010年オフの契約更新で規約に合意したが、印鑑を忘れたため、契約ができずに保留状態となった。ハンコの異名は、カタカナでダースである。ありがとうございます。